にちは。こんにちは。トロピカルガーデンです。またちょっと休んじゃったね。すいません。いろいろとね、やることがあってというか。はい。はい。で、今日は。今日はね、うん、この間、お客さんにちょっとリクエストいただいた大型エケベリア、うん、全部持ってくるの大変だったんで、うん、写真は撮っといた、うん、でインスタにアップする写真は、うん、はい、いろいろでも中でもさ、お気に入りをちょっと持ってきたんだ、うん、でさ、去年、うん、あ、じゃない、今年去年かも、12月ぐらいにすっごい一回寒くなって、うん、そこで一回ね、葉っぱを染みさせちゃったんだよ、うん、で花芽もダメにしちゃった、うん、その後だかな、今年大型エケベリアで交配ができなかったんだよね、うん、そう、いつも楽しみにしてるんだけど、で、うん、やっぱりこうダメにしちゃったから、死にまではしないんだけど、外葉が全部ダメになっちゃってすごく小さくなっちゃって、うん、どうしようかなと思って、今年は、大きいプランターに植えました、うん、春に、うん、で、外アマザラシ、うん、外置き、庭置きで過ごさせました、うん、はい、で、ここ1ヶ月ぐらい、1ヶ月経たないよね、うん、そうだね、一気に大きくなったよね、大きくなったね、元気になっちゃったね、うん、元気になった、うん、で、これでこのまま元気だからって言って梅雨入りして外に置いとくと、うん、今度また腐っちゃうから、そうだね、そう、もう明日中に庭から撤去しようかなと思ってるんだけど、うん、で、冬に外葉やられちゃったから、うん、無駄に伸びちゃったんだよ、上に、うん、見えてる？全然違うとこ撮ってる、うん、大丈夫、はい、無駄に伸ばしちゃった、うん、だからこれは胴切りしようかなと思って、せっかくなんで、うん、もったいなくないの？うん、もったいないけど、これすごいお気に入りなんだよね、大きいバラみたいだね、なんかすごい可愛いの、うん、これね、ゴルゴンズグロット、うん、可愛くてお気に入りでさ、まだ一回もこれ切ったことないんだよ、うん、切っちゃおうかな、立ってらんないの、もうほら、本当だ、ね、頭が重くて、鉢を大きくするかしかないよね、うん、で、大型エケベリア結構夏全然大丈夫だから、うん、で、殺菌剤しっかり塗って傷口塞いであげて、うん、で、発酵もちゃんと梅雨の間にちゃんとするから、うん、切っちゃいます、はい、ちなみにこれ何だったんだろう、札がなくなってるんだけどなんでなくなっちゃったんだろうね、うん、うちの庭に転がってるかな、家の庭に、なんかもね、で、真ん中はカントリス、うん、得意のカントリス、得意のカントリス、後輩によく使っちゃうカントリス、うん、と、これクメの前だよね、うん、確かそうなんだよね、それもすごいでかくなんだよね、そう、俺のハウスにもそれ、これ下にいるやつも一緒だよね、一緒一緒、ね、俺の方もあるよ、あのこれ、ね、どんどんこれさ、群生してっちゃうんだよ、うん、これ大型じゃないんだけどね、うん、すごい可愛い、群生してって、でもっと地植えとかにしちゃうともっと大きくなるよね、うん、そうだね、すごい大きくなるよね、大型エケベリア、某群馬県のあそこだよね、うん、ちょっと好きでたまに行くところ、うん、すごい化け物みたいに、傘みたいに大きくなってるもん ね、化け物キノコみたいになってるねすごい可愛いんだよね、うん、ここ行ったら楽しい、うん、じゃあこれ胴切りしちゃうね、はい、花芽がさ結構太いから、うん、なかなか枯れて落ちないんだよね、うん、だからこれは無理に取るとここから菌が入っちゃったりするから、はい、まだ取らないで取っときます、はい、でどうしようかな、あんまり長く残しても嫌なんで、うん、元気なこの緑のこの辺で切っちゃいます、この辺でね、うん、はい、緑になっちゃうね、じゃ茶色くなってるからなんか生きのいいとこで切りたいから切るよ、はい、はい、硬そうだね、包丁で切った方がいいかも、うん、横にして、うん、スパッとね、うん、よし、プルメリア見た、ほら、うん、すごい切り口が普通のエケベリアと違ってでかい、うん、かわいい、これ上下にちゃんと殺菌剤塗ってあげないと、うん、下が枯れちゃうんだよ結構、あ、切られちゃった跡が、そう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 、なんでかってさ、幹が太いからやっぱ水分の蒸発も激しいんだよね、だからできるだけちゃんと殺菌剤塗ってあげて、あの傷口塞ぐようにね、うん、蒸発しないように、これボンドみたいなお素材だから、うん、殺菌と水分の蒸発も防いでくれるから、うん、太い幹のものは特に
プルメリアに使ったこれよく。プルメリアにやってるみたい、なんか幹が太くて。昔ねプルメリアも扱った感じですし、うん、ずっとね。プルメリア大好きで、そう。うん。こんな感じで綺麗に塗ってあげて、はい、反対側もね、内側も上の方もね、しっかり塗ってあげて。手につくとベトベトになるから。うん。温度みたいに綺麗に剥がれるけどね。うん。剥がしちゃっていい？それとも剥がさなくて？剥がさなくて大丈夫。うん。そのまま植えて。よし。このまま乾かして乾いたら植えます。はい。これ無理にまだ取らないように。うん。取っちゃうとまだジクジクしてるから。はい。ちょっと乾かすのここに。浮いとくような場所にね。これ非売品って書いとかないと。お気に入りだから。うん。はい。これちょっとしばらくハウスに置いといて、はい、芽がどれぐらいで出てくるか、うん、はい、はい、大型エキベリアの、うん、そう、いっぱいいろいろあるんだけど、うん、あとマカロンはそんな大型ではないかな。でも大きいよね、マカロンも中型ぐらいかね、うん、でもすごいコブがついてて可愛かったり、うん、結構地味だけど、うん、ちっちゃいうち大型エケビリアって地味なんだよ、すごい、うんうん、でも葉数がすごい増えるとどんどん立派になってすごい可愛くなるの、うん、そうなの、うん、ダメ、うん、まあ、まあでもね、前よりはなんか魅力が分かるようになってきたかな。そう、ちょっと育ててみたいけど場所取るから嫌だなっていうのがちょっと本音、うん、でも好きな人は好きなんだよね、この大型。やっぱり紅葉すると夏の間なんかみんな似たような感じになっちゃうけど、紅葉すると色味が違ったりとか、うん、あと葉のこのフリルの感じが違ったりとか、うん、コブが出たりとか、うん、あとメキシカンにかけるのがすごい好きなの、大型のエケベリアを。メキシカンって強いでしょ、うん、あれが出方がさらに強いもので、そう、フリルってあのメキシカンの白さと大型のピンクが出るとすごい可愛い、うん、でかけちゃう、はい、はい、でこれプランターで育てた理由は、うん、地植えみたいな感じにね、うん、根をこういっぱい張ってくれるように、うん、あえて大きいプランターで育てました。復活させるために、でっかくしてやるために。そう、結構弱っちゃったやつ、修復トレーとかと同じような感覚で、うん、でっかいプランターとかに植えてあげたり、地植えに一回してあげると一気に修復されちゃうから、うん、そういう意味を込めて、うん、プランターで。何ニヤニヤしてるの？いやいや、何でもないよ。何？何でもないさ、はい、そんな感じ、はい、もっと今度インスタで写真をちょっとアップします、うん、はい、これ、うん、この間、うん、喜び、どぎりして、うん、植え付けて、うん、やっと根が出たまでやったんだよね。うん、そうだね。根が今しっかりついて、これすっごい綺麗、うん、でそのまんま置いといたんだけど、うん、根もしっかりついてね、うん、大丈夫。でこれは下の切った方か、土台だ。そうだね、土台だよね、どぎりした土台の方ね、うん、ここが 1,2,3 個ね、うん、でこのところにまだついてたんだよね、前回のこの喜びの動画見ると分かるんだけど、うん、葉っぱをもいだやつ、うん、失敗したのも中にもあって、でも結構出てる、すごい、ね、これは出てないね、うん、出てない、こっちが出て、あの失敗したかなっていう方かね、こっちがね、うん、そうだ ね、 左側がこっち側が、うん、成功の方かな、うん、胸がボサボサ入れてるね、うん、これは出てる、すごいね、うん、落ちしてた。こんな感じで根がもう出てきてるから、うん、これまた植えてあげればまた芽が出ます。でこっち植えといたやつ、葉差し子ね、うんうん、まだ出てなかったよね、うん、ちょっと出てたのかな、出てたんだっけ、うん、芽が、可愛い芽が出てます、うん、ね、うん、すごい、すごいね、こんなに喜びがいっぱいになってね、うん、大喜びだね、大喜びだね。これ植えちゃうね、うん、せっかく芽が出てるやつを追加で、うん、大喜びになるようにね、大喜びになるように、ぬか喜びになるようにしないと。ぬか、そっか。でさ、いいかな、もうそれは、いいよ、あの、いや、そうじゃなくてさ、コメント欄でね、うん、
何日か前、黒胞子が発根しません、水をあげていいのか分からず困っていますっていうコメントがあったんだよね、うん、まあ、一応コメントはね返してあったんだけど、水、ね、少しでも根が出てれば水をあげても平気ですがみたいな感じで入れたんだけど、ちょっと補足的にお願いしていい、発根してない、パイオニウムとかこういうの、これはもう輸入して1ヶ月ぐらい経つかな、根がこんな感じ、こんな感じにもう出てきてたら全然植え付けちゃって平気、逆に1個も出てないやつはこれは出てない、出てないから、このまま、暑すぎるとやっぱ出なくなっちゃうから、何日かすごい暑かったでしょ、これで梅雨になると少し気温が落ち着くんだよ、で湿度が上がるから、根が出やすくなるから、まだ土にも植えなくても平気だけど、こうとかトレーとかにこう立てて置いといてあげて、少しでも出たらもうすぐに土に用土に置いてあげる、でそれからは水をお水をパッとあげちゃって一気に発根させる、うん、出てない状態で水をあげても茎がどんどん腐っていっちゃうから、腐らせないためにもしっかり出してから植えてやってあげる、根に吸わせてあげるっていうね、そうそうそう、根が生えてないと水を吸えないからね、この時期は特にエケベリアもそうだけど、ちょっと神経使って、根が出てたらもうどんどん植えて水をあげる、春とかだったら、植え付けて2週間ぐらいしたらもう水あげちゃっていいですよとか言えるけど、この時期って蒸れちゃうから、そうだよね、ちょっと神経を使って、アイオじゃないけどこんな状態になったら植えるんでも全然平気だから、まあ、それまで逆に言えば植えなくても平気だからね、そうそうそう、あえてこう蒸らしたりわざとしなくてもね、この時期どんどん出るから、こうなったら植えてあげて、でもうすぐにお水あげちゃって平気、で根はこう傷つけないように植えてあげて、でそのまま植えてお水をあげれば1週間もするときれいにしっかり張るから、まあまあ環境もねあるからね、あれだけど、まあ結構この時期はいい時期だよね、みんなね、で根がしっかりつくまで、そういうなんか質問もなかったっけ、根がなかなかつかないって、あったかもしれない、あったよね、最近のじゃないから前答えてるやつかな、まあ一応まあちょっとやってみてね、そうそう、で根がなかなかつかないっていう人結構いるんだけど、根は出てるんだけどね、根が回らないと、そういう時ってなんでかっていうと、根に対して用土乾かしすぎちゃうんだよね、せっかく根が出て発根してるのに用土に植えて普通の他のエケベリアと同じ頻度でお水をあげちゃうとなかなか根がつかない、で上の方しか根がこう出ない場合は下まで水がいってないってことなんだよね、だから、発根一生懸命してる時は特に半分の量で平気だから鉢に対して、まめにそれであげるようにしてあげると、土の下まで水がいくようにね、そう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 、で徐々にもう抜けなくなってきたなっていう時にはバーッともうたっぷりあげちゃって全然平気だから、この時期はちょっと繊細に、優しく見守ってあげて、思春期だと思ってね、そう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 違う、ちょっとグレやすい時期だね、そうだね、蒸れやすいじゃない、蒸れやすい、グレやすい、グレやすいね、まあまあ、はい、じゃあ次いい、いつも楽しく見させてもらってます、一つ教えてほしいことがあります、最近桃美人という品種が可愛くて購入したのですが、葉っぱに亀裂が入ってしまいました、対処って何かありますか、干し美人のように葉が分厚くてムチムチ系で水分が多いのでしょうか、教えてください、よろしくお願いします、割れちゃうんだって、亀裂が入っちゃう、水投げすぎ、水投げすぎだね、ヒトプスとかもそうだよ、見割れするよね、アメキスチネムとかもそうだし、見割れちゃう、水投げすぎなんて少し少ない、気持ち控えてもらって、ちゃんと乾かしてから次をあげるみたいなね、そうそうそう、エケベリアもそう見割れちゃうよね、あとは乾きやすい天気を選んであげるとかね、そうするだけで全然変わるよね、じゃあ次ね、質問なんですけど、今年初めて種を収穫したんですけど、今から撒いて残った種は冷蔵保存した方がいいのか冷凍保存した方がいいのか、そして次はいつ頃、次はいつ頃撒く時期がいいですかね、よかったら教えてください、4月から6月これぐらいの時期、撒いて屋外でね、
あれするんだったら、うん、屋内だったら全然まだまだ大丈夫、うん、室内でね、うん、これはちなみに今年はこれから巻きます、これから巻きます、私もそうです、はい、で屋外でやっぱりハウスの中とかでやる場合はもう4月終わりぐらいに巻いとかないと溶けちゃったりするから、うん、あれなんだけど、屋内でやる場合は一定の温度を保てるんであればエアコンとかで調整できてね、できるんだったら特に時期を選ばなくても平気です、うん、冬でも暖かければいつでも巻いて平気です、うん、ただあの LED ライトとか使わないと徒長もしちゃうし、うん、あの、うん、ね、ひょろひょろになっちゃうから、ひょろひょろになっちゃうね、その辺はしっかり管理してもらって、うん、でもし屋外で育てる場合で、保存する場合は冷蔵保存で、うん、野菜室で保存してください、はい、でその場合は秋、9月半ばぐらいでも大丈夫かな、ちょっと暑いかな、うん、半ばから終わりぐらいに、うん、はい、秋巻きでしてあげてください、はい、で個人的な感想なんだけど秋巻きの方が、残る率が高い、生き残り率が、うん、いきなり夏越しになっちゃうからかね、そう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 、あれだとで、あ、ビニールハウスだっていうのはあるけどね、うん、暖かいから冬も、ね、うん、生き残り率は良かったです、うん、だから室内で管理できるんだったら1年中、うん、特に問題ないと思うから、うん、で冷凍は花粉とかは冷凍するけどね、種は冷蔵でいいよね、うん、野菜室で、うん、はい、かかってる、はい、OK ですか、はい、はい、であとね、質問です、ホワイトデーのトロピセット4つが発酵はボーボーしてるけど、うん、活着していません、うん、そのうち2つが群れ菌でダメになりました。これからの時期活着しない苗はどのように管理すればいいですか。家の中の管理はやめた方がいいですか。よろしくお願いします。ちなみにこれは木曜日に植えた苗、うんうんね、まだそんなしっかり出てないか、結構出ちゃうんだよね、うん、でちょっとでもやっぱ出たら、うん、植え付けてあげて、さっきも言ったように、うん、お水の管理だけ間違えないように、うん、今の時期は特になんだけど、うん、湿度がやっぱ高くなって蒸れやすくなるから、うん、発酵に必要な水の量はちゃんと与えてあげる、難しいんだけどね、難しいね、そう感覚なんだけどね、そう、特になんだろうな、曇りがもう雨とか曇りがどんどん続いていっちゃうから、梅雨時期だからね、うんうん、2日ぐらいで乾く量の水を、うん、与えながら発酵させてってあげると蒸れずにいける、うん、であとあれだよね、何日か晴れるなっていう天気予報があったら一回腰水で一回下まで吸わしちゃうっていうのも手だよ ね、うん、そうだね、ダメ、危ない、あ、ね、だ一般の管理でそれがちょっと推奨できない、うん、そうだから、その後すぐ乾く環境に置けるんであればだよ ね、 そうだね、扇風機回してまあね、2、3日で乾くような環境が、うん、あればね、できるんであれば梅雨だからね、ここから、ね、そうだよね、ずっともう天気予報見たらずっと悪いから、うん、だから水はけの良い用土で 2、3日で乾けるぐらいの水の量っていうと、うん、多分3分の1ぐらいなんで、ここからの時期、うん、鉢に対して3分の1ぐらい湿らせるぐらいで水を与えてあげて、で根がそうすると少しパッて出てくるから、うん、出てきたらまたしっかり乾いたらまたあげる、それを繰り返したりしばらく、で普通のもう根が張ってるエケベリアに対しては、うん、あげて乾いてから1週間置いてもまだ根はし、ね、死滅しないけど、うん、つけたばっかりの、植え付けたばっかりのってすぐ根がカリカリになっちゃうから、うん、乾いたらあげるっていう感覚で、難しいんだけどね、うん、そうやってもらえるとしっかり発根すると思うから、室内だったら窓辺の風通しのいいところに置いてあげて、うん、お水を3分の1与えて根が抜けないぐらいになったらたっぷりあげるような管理にしてあげれば大丈夫です。はい、はい、で次最後ね、はい、突然ごめんなさい、ハサミの消毒は何でしたらいいのでしょうか。ピストロンだっけ、うん、なんだっけ、そうだよね、何でってことなのかな、もいいんだよね、ライターで炙るんでもいいし、うん、ライターで炙るんでもいいし、光ガーデンこれ使ってこれ薄めて半々で、うん、タッパーとか瓶とかにこれを入れて、うん、水道水入れて汚れるまではこれ使えるから、うん、汚れてきたら交換してあげる、うん、1回1回交換しなくて平気だから、うん、そっか、アマゾンとか楽天とかヤフーでも売ってる、
リストはね、1000円ぐらいだと思ったの。何でってことなの、それともなんでするんですかってことかな。そんなことないかな。何ででしょう。何で、うん、なんでだとしたら殺菌のためだよね。ライターで炙ってあげても大丈夫、うんうん、はい、そんな感じで今日はちょっとね、質問にお答えしました。はい、そんなとこですか。はい、はい、またね、あ、そうだ、明日、うん、ハウス販売前が3号棟にいっぱい待機してるから、うん、こっち持ってくるんで、明日、うん、じゃあ、明日は一応ハウス販売なので、うん、ぜひ、うん、遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日は天気悪いのかな。わかんない。そうだろうね、うん、涼しければいいね。うん、あとまたね、なんかやってほしいこととかあったらコメント欄とかで。あ、びっくりした、うん、何かと。イベントとかじゃないよ、違うよ。あの、そうそう、動画でさ、ね、やってほしいこととかあったら、ぜひぜひコメント欄とかインスタからね、うん、コメントとか DM くれてもいいしね、うん、そんな感じで、なんかありましたらぜひ遠慮なく、うん、ご連絡ください。はい、はい、お願いします。はい、じゃあよろしかったら、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。